こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画ではポロシャツについて解説をしてみたいと思います。僕たち30代40代の世代は結構ですね、ポロシャツが好きな方が多いんですね。これはなぜかというと、僕たちぐらいの世代になると T シャツ1枚だとちょっとカジュアルすぎないかなって不安になるわけですね。一方でポロシャツというのは一応襟がついているので T シャツ1枚よりは小綺麗に見えるかなと思う方が多いかなと思います。ですので T シャツとポロシャツ、この2つで悩んだ時にポロシャツの方を選択する方が意外と多いんじゃないのかなと思っています。まあ確かにですね、ポロシャツというのは T シャツよりは綺麗めに見えますし、大人の男性には似合いやすい一方で、失敗するとですね、めちゃくちゃおじさんっぽくなるアイテムでもあるんですね。ですので今回の動画ではなかなか着こなすのが難しいポロシャツというアイテムを、僕たち30代40代の大人の男性はどう着こなせばいいのか、ここをですね、僕が実際に着てみながら解説をしてみたいと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。はい、まずポロシャツというアイテムをおじさんっぽく見えないように着るためには何が重要なのかというと、一つ目は色選びが大切なのかなと思います。例えばユニクロでポロシャツを見るとですね、様々なカラーバリエーションがあるんですね。僕は今ユニクロのサイトを見てるんですが、全部で何色あるのかな。定番のですね、ドライカノコポロシャツに関しては18パターンぐらいの色があるんですね。まあこの中からどの色を選べばいいのか迷う方も多いのかなと思います。まあ結論から言うと、この中で僕が皆さんに選んでいただきたいのはブラックですとかネイビーのような濃い色なんですね。一方でちょっと難しいかなって感じるのはホワイトですとかグレーですとか、あとはですね、ちょっとビビッドな色も危険かなと思いますね。赤だとかオレンジだとかイエローだとか、こういったものもなかなか着こなすのが難しいかなと思っています。まあ確かにですね、ビビッドの色がなかなか難しいというのはなんとなく皆さんもわかると思うんですが、一方で白とかグレーに関しては定番じゃないですか。じゃあなぜこれらがなかなか難しいのかと言いますと、アイテムにはですね、連想するイメージみたいなものがあるんですね。僕たちの頭の中にはポロシャツというアイテムはちょっとおじさんっぽいアイテムというイメージがあるんですね。これは女性が見ても同じで、やっぱりポロシャツにはですね、ちょっとおじさん臭さって漂うもんなんですね。そして僕たちが連想するポロシャツっていうのは白ですとかグレーですとか、こういったものが多いわけですよ。ですのでこういった白グレーのポロシャツを着てると、それだけでなんとなくイメージでおじさんっぽく見えてしまうんですね。まあこれはですね、同様にチノパンなんかも同じなんですね。ベージュのチノパンというアイテムが決して悪いわけではないんですが、世の中全般のイメージとしてベージュのチノパンっていうのは休日のおじさんの代名詞みたいなところがあるんですね。チノパンをですね、だらしなくダボっと履いている男性が多いので、このチノパンに対する世の中的なイメージがそんなに良くないんですね。でチノパンも綺麗に着こなせれば全然素敵かなと思うんですが、それぞれのアイテムには連想されるイメージみたいのがあるんですね。それを覆しておしゃれに見せるのはちょっとハードルが高いかなと思いますので、ポロシャツに関しては白とかグレーのような超王道のものを選ぶのではなくて、黒ですとかネイビーのようなものを選んだ方がいいかなと思います。これらの濃い色というのはシュッとしたシャープなイメージを持った色なので、ポロシャツの持つやぼったさというのをある程度払拭することができるのかなと思っています。このようなポロシャツですとかチノパンですとか、少しおじさんっぽく見えるアイテムというのも使い方次第で全然おしゃれに見せることができるんですが、まずはおじさんっぽく見えないような色選びですとかサイズ選びというところを徹底するところから始めてみると良いかなと思っています。そしてポロシャツをおじさんっぽく見せないための2つ目のポイントなんですが、よくですね、ポロシャツってロゴが入ってるものもあったりしますよね。様々なブランドが胸にロゴを入れてるものがあったりするんですが、これもまたですね、ちょっとおじさんっぽく見えがちなので、なるべくですね、無地のものを選んだ方がいいかなと思います。そして3つ目のポイントなんですが、サイズ感、これもすごく重要かなと思います。まあこれまでであればポロシャツというのはなるべくですね、タイトなフィット感を選ぶようにお伝えしていたんですが、最近はビッグシルエットの傾向があって、ゆったりめのサイズ感のものも出てきているんですね。まあ、ベーシックにですね、タイトなシルエットで着るのも決して間違いではないかなと思うんですが、ちょっと今っぽく見せたいだとか、なるべくおじさんっぽく見せたくないという場合は、あえてですね、サイズ感をゆとりを持たせて着ると意外とですね、今っぽさが出しやすいかなと思っています。僕自身もですね、最近ポロシャツの動画を撮ろうと思っていろんなものを試着してみたんですが、なかなか選ぶのが難しいなというのを改めて実感しました。通常のですね、タイトシルエットのものを着てみてもなんかしっくりこなかったので、あえてですね、ワンサイズ上げてみたところ意外としっくりときたので、僕のようにですね、ちょっと今っぽいファッションを楽しみたいという方は、あえてワンサイズ上げてみるというのも良い選択肢なのかなと思っています。この3点を考慮した上で、僕が最近実際に買ったものをですね、ご紹介をしてみたいと思います。
はい、こちらが僕が最近買ったポロシャツになります。色に関してはなるべくシャープに見せたかったので今回はブラックを選択しました。こちらはナノユニバースのですね、ニットポロシャツになります。まあ、最大の特徴は生地ですね。こちらはニットになってるんですね。まあ、ニットというと秋だとか冬に着るイメージを持ってる方が多いかなと思うんですが、最近は春夏であってもこのようなニットポロと呼ばれるものだとか、あとは半袖のニットと呼ばれるものが結構市場に出てきているんですね。かなり薄手ですし、洗濯もですね、ガンガンしても型崩れしないようなものになっているので、意外と普通のポロシャツですとか T シャツと同じようにこういったニット系のものを僕は使っています。まあ、このようなニットポロっていうのは最近トレンドになっていまして、様々なブランドから出しているんですね。まあ、代表的なのはジョンスメドレーというブランドのものなんですが、まあ、そちらは結構高価で3万円近くするんですね。なかなか僕も手が出ないので基本的にはセレクトショップのオリジナルのものを買うようにしています。このナノユニバースのニットポロもですね、デザインすごくシンプルで非常に使い勝手が良いアイテムになっているので僕自身とても気に入っています。まあ、価格帯もですね、ジョンスメドレーに比べると3分の1以下なので割と買いやすいかなと思っています。これからこのニットポロに着替えて、まあ、どのようにですね、このポロシャツをコーディネートすればいいのか、その点について解説をしてみたいと思っています。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。まあ、ナノユニバースのですね、ニットポロシャツを今回選んでみたんですが、サイズ感はいつも僕は S を着ているんですが、こちらはあえてワンサイズ上の M サイズを選びました。ただですね、 M でもそこまで大きいことはなくて、ややゆとりがあるかなぐらいのサイズ感になっていますね。あまりタイトにしすぎない方が今の気分だったので、サイズ感においてはすごく満足してるかなと思っています。袖の幅もですね、ややゆとりを持たせた方がちょっと今っぽさが漂うかなというふうに思っています。まあ、身幅もですね、このようにつまめるぐらい結構ゆとりがあるので、これぐらいの方がですね、僕自身は好きな感じかなと思っています。まあ、サイズ感に関してはよりベーシックにしたい方はいつも通りのサイズ感で間違いないかなと思うんですが、特に1枚で着ることが多い場合は少しゆとりを持たせた方がバランスがいいのかなと思っています。まあ、この後に解説するんですが、この上にですね、ジャケットを着用する場合はジャストサイズを選んだ方が良いかなと思っています。まあ、僕の今回のコーディネートなんですが、黒のポロシャツに対して、まあ、ネイビーのですね、ストライプ柄の入ったスラックスを合わせています。結構ブラックとネイビーは相性が良くて、両方とも濃い色なんですが、微妙に色が違うというところで着こなしに変化を取り入れるようにしています。そして足元なんですが、いつも通り白のレザースニーカーで、全身が重たくならないように少し明るさを取り込むようにしています。このように全身を濃い色でコーディネートするというのは結構使いやすいかなと思いますので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。そして半袖になるので、どうしても腕元がですね、何もついてないと寂しいので、こちらにも時計ですとかちょっとしたバングルなんかを取り入れながら、着こなしのアクセントを取り入れていただきたいなと思っています。で、今回は僕はですね、第一ボタンを開けてきていますが、まあ、このような着方もいいんですが、第一ボタンをあえて止めて小綺麗に着るという方法もあるので、ちょっと試してみたいと思います。はい、こんな感じですね。第一ボタンを止めるとちょっとまた見え方が変わってくるかなと思います。最近はですね、シャツですとかポロシャツのようなボタンのあるアイテムをですね、あえてボタンを全部閉めるという着こなしがちょっとトレンドになっているので、皆さんもですね、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。僕自身はですね、第一ボタン開けるよりはこういった閉めた方がちょっと暑苦しいんですが、気分的にはですね、やってみたい着こなしかなと思っています。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。はい、続いて2点目のコーディネートを解説したいと思います。今度はですね、ボトムスの色をちょっと変えてみました。色はカーキになりますね。このようなカーキのような色とブラックというのは相性がいいので、皆さんにもぜひトライをしていただきたいなと思っています。先ほどのネイビーのスラックスを着ると全身をですね、割と同じような色合いでまとめることになるんですが、まあ、今回のように上下でちょっと色を変えてあげるというのもですね、着こなしの幅が広がるのですごくおすすめができるかなと思っています。こちらも同じようにですね、白レザースニーカーで明るさを取り入れてあげるとですね、春夏っぽい雰囲気が出るかなと思いますので、ぜひこの着こなし色合いもですね、トライをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目のコーディネートなんですが、今度はですね、グレーのスラックス調のパンツに履き替えてみました。まあ、このようなブラックとグレーの組み合わせというのはモノトーンの着こなしになりますので、結構相性がいいのかなと思っています。今回ご紹介した3つのコーディネートの中で一番実現しやすいコーディネートかなと思っています。このようなコーディネートだと割とですね、きれいめな雰囲気が出てくるので、私服というよりはビジネスカジュアルにも適しているのかなと思っています。まあ、各職場の
ドレスコードにもよるかなと思うんですが、そんなにですね厳しくない職場であれば、このようなブラックのポロシャツに対してグレーのスラックスというのはビジネスカジュアルとして成立がするのかなと思っています。足元は白レザースニーカーでもいいですし、もうちょっとカチッとさせたい場合はブラックのローファーなんかを合わせてみるとよりビジネスに適したスタイルになるのかなと思っています。まあ、このままの着こなしでビジネスカジュアルでもいいんですが、さらにですね綺麗さを足したい場合は上にジャケットを着てみると良いかなと思います。ちょっと試してみたいと思いますね。はい、ジャケットを羽織ってみました。どうでしょうか。ブラックのポロシャツ、そしてグレーのスラックスという組み合わせの上にネイビーのジャケットを着用しています。よりきれいめなビジネスカジュアルが完成しました。意外とですねポロシャツというのはジャケットのインにもですね活用することができるんですね。このような着こなしは結構簡単なので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、このようにですねポロシャツというのは決して着こなすのが簡単なアイテムではないんですね。ただ使い方次第で様々な着こなしが実現できますので、ぜひ皆さんには今回の動画を参考にしながら様々な着こなしをお楽しみいただきたいなと思っています。僕自身あまりポロシャツというのが好きではないんですが、久々にですねニットポロというものを買って、これはしっくりきたんですね。ブラックですとかネイビーのような濃い色を選ぶこと、そしてサイズ感に関してはタイトから試してみて、それでしっくりこなかったらワンサイズ上げてみる、この点を意識するときっとですね皆さんに似合うポロシャツが見つかるのかなと思っています。まあ、このようなポロシャツというのはいろんなお店で売っています。ユニクロでも手軽にポロシャツは買えますが、意外とポロシャツって1枚で主役として着ることも多いですし、ビジネスで着ることもありますので、できれば少し背伸びをして投資をしてみると良いかなと思っています。僕が今回着ているようなナノユニバースですとか、あとおすすめはユナイテッドアローズグリーンレーベルですとか、あとはトゥモローランドのポロシャツなんかもすごくいいですね。まずはこのあたりをチェックしてみると良いかなと思います。もう少し投資ができる方はイタリアのですねシャツ専業ブランドのギローバーというものがあるんですね。ここのポロシャツがすごく形がいいので、ぜひこういったものにもトライをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。